さあワンアウトランナー一塁に出てバッター回るというところ、まあ、今日はことごとくランナー一塁に出せば併殺だという流れには持ってきてますが、いや初球にはもったいないぐらいいっぱいいっぱいボールなんですよね。いっぱいでしたね。わあ、いいところに通しますね。今初球が外からのスライダーで2球目これシュートで逃げていくんですよね。そうですよね。もう出し入れがすごいですね。インサイド、先ほど岡田選手もこれ外外でカウント取って、はい、足払ってもう一丁スライダー膝元で、ね、空振り三振でしたね。でこれ普通に考えたら外戻るだろうってバッター思うんですけど、これもう一丁まっすぐ行きましたよね、2球続けたんですよインサイド。ここはね、多分キャッチャーから牽制のサイン出てるんですよ。ああ、なるほど、はい、これ次の球を考えさせるためにですね、インサイドストライクで三振。何かこう精密な設計図通りにことが運んでいる、そんな感じの配球になってます。2アウトランナー1塁。いや3球インサイドストレート続けたんですけど、はい、でこれもだからその前の牽制ですよね、はい、で考えさせるって話したんですけど、考えさせると同時に軌道インサイドのストレートの軌道を忘れさせるっていう意味合いもあったりするんで、はい、これは面白い配球。